2016年6月3日、韓国毎日経済によると、韓国で経営不振に陥っている造船企業に対し、公的金融機関による金融支援が行われていることについて、日本政府が経済協力開発機構 OECD の会議で問題を提起したことが分かった。先月31日に日本の国土交通省のホームページに掲載された資料によると、日本政府はフランスで先月開催された OECD 造船分野会議で、韓国の公的金融機関が行っている大油造船海洋への金融支援について問題を提起した。国土交通省は、日本側が世界単一市場である造船業に公的機関が支援する場合、公的支援による市場の歪曲を慎重に考慮しなければならないと指摘したと紹介した。これについて韓国のネットユーザーは様々なコメントを寄せている。内政干渉は気に入らないが、よく考えてみると公的金融機関による金融支援ってなんだ？国民の血税か？大企業は国民が辛い時に助けようとしたか？自分たちが苦しい時だけ国民の財布に頼ろうとしているのでは？日本に言われたくはないが、造船への金融支援はもう十分。指摘されて当然、政府は恥を知れ。この国は暇さえあれば大企業に公的資金を投入する。韓国も別のことを指摘し返そう。なぜ日本に対しては強く出られない？日本の言うことを素直に聞き入れよう。天下り人事や労働貴族など問題がありすぎる。このまま支援を続けても悪循環。日本には韓国を監視する部署でもあるのか？他国に干渉せず、まずは自分の国を見直してみては。